どうも、たまたまブラザーズです。兄のよしきです。嫁と編集長兼の、あれちょっとおかしい、ちょっと待って、すんさんや嫁兼編集長です。よろしくお願いします今回はプロポーズ動画を編集して、すごい感動したな。びっくりした。びっくりしたよまさかああいう裏の動画を撮ってるとは思わなかったでしょ、思わなかった。皆さんがコメントとかでも、編集長の声が可愛いとか、プロポーズのねコメントでも、結婚した編集長ちゃんみたいなもう嘘つくも嫌なんで、編集長は僕の奥さんですな。ガチガチやんな。その冗談ではないっていう。ガチですね。ガチで編集長は奥さんです。まあなんかその声が可愛いとか言われてて、その間も編集長がずっと編集してくれてたんやけど、嬉しそうやったな、すごい。うん、嬉しいでも顔を出る方がなんか恥ずかしいなって。まあプロポーズとかは顔と名前は分からんようにしてやらせてもらってるんですけども、まあほんまみんな気になってたと思うで、ようやく編集長出たかと。うん、恥ずかしいですね。恥ずかしい。うん、いつもはよしきのとかめっちゃ連呼してるのバカにしてきたけど、ちょっと出るのはね、うん、まあ奥さんが編集長っていうのは僕もね、家おったらやっぱ編集のことよく言われます。すごいしんどかったです。今もね多分切られてると思うけど、このとかとかいうやつをすごい言ってくるっていう、無理やからそんな。でも今回はみんながね、編集長どんなんか気になってたっていうのもあるし、このプロポーズ成功して結婚したっていう一連の流れを YouTube で出させてもらったんで、まあご挨拶じゃないけど、そういう感じの動画にしようかなと。まあ気になってるところで言うと、付き合ってる時に YouTube を始めたいと思ったよな、俺が。うん、まあ編集長は編集長と呼ばれてますけども、全く編集をしたことがない、 YouTube の編集で。そういう動画に携わったことも一回もないんで、できるかなっていうところから始まったんですけど、私やってみるわということで、だいたい60本ぐらいかな、動画が。うん、すごいよなと思うわ俺。うん、だって全くの素人から動画始まって、僕らもね YouTube やらせてもらってますけども、素人同士の編集と演者ということでここまで2万人もねの方がチャンネル登録してもらって見ていただいてるんで、ほんまありがたいですよね。うん、ありがたいです。最初の方はやっぱりもう1000人行くごとに編集長もすごい喜んだよな。1000人でちゃんと質問返しやりやとか、2000、5000、1万、2万ちゃんとやりやっていうのは全て編集長のさじ加減ですので。でまあこのマスク見覚えあると思うねんけど、前半の方でオムライス対決、僕と弟のオムライスがどっちがうまいかっていう対決をしたんですけども、その時のピンクの3号が一応もう編集長で、先にちょっともう伏線じゃないですけども、こういう形でね出てもらいました。バレてなかったな、あの時はな。うん、でもなんかコメント、うん、で言われてた気がする。うんやっぱ気づきつつあると、みんなすごいよな、分かってるっていう推理がすごいですね。ほんまもう最初で最後になるかもしれないかな、この動画は。何かあれば、できることがあれば。ほんまタバタブラザーズの一員ということで、もうずっとな一員やけどな、うん、もう編集はずっとやってもらってるし、なんかある？何かありますか皆さん。でもやっぱ、最近はあんまりないけど、うん、編集長の無茶ぶりが自分的には楽しかったから、ああ、最近はやってないけどな。最近やってないから。編集長の無茶ぶり、気が。やりたいなって。また無茶ぶってくる。無茶ぶりたいんで。ああ、いいですね。どうしようかな。自分だけで考えるやんから。募集したいけどな。あ、じゃあ編集長からのお願いで、じゃあ。お願いで。何か無茶ぶりをコメントで書いてくださいと。で、まあ、僕らがやらされることになるんですけど。逆にさ、編集してて、どんな気持ちなんそれ、おもろい。でも面白いこと。なんかでもよう笑ってるよな。面白い。二人がすごい、高すぎて、
二人のこうバカさ加減にすごいだからまあ笑えると、毎回笑わせてもらってるかな。まあ編集長は野球が全く知りませんとほんまにルールも全くわからないんですけども、少年野球の動画とかも全部編集長がやってくれとって、まあ一個ねすごい面白かったんが SBO ってあるよ。うん、あとね、で S が黄色、 B が緑、 O が赤やねんな、本来なら。これは僕のチャンネル登録してくれてる人はみんな野球好きやから全員知ってると思うね、そのルール。でも編集長は野球を全く知らないので、ちょっとおしゃれに行きたいということでSBO の色を全部変えたんですよ。で動画に出す前に僕が確認したんで、ちゃんと SBO で上がってんだけど、その編集前の段階ではこれちゃうやろって言ったけど、ね、もう全く知らん、それぐらい知らんもんな、野球は。全然わからんくて、野球に関しても全くわからんな、うん、っていうね、編集長です。あとあれも、なんとかっていう人をわからなくって、プロ野球選手の名前間違いとかかな。そうそうそう、あーそうそう、あれもめっちゃ、そうや、確かにそれも最初の方やな、申し訳なかった、5時、うん、あれはめっちゃなんか、ありましたね、確かに。あれは面白かったな。わからんねんなってみんなに言われて、うん、コメントで言われましたねまあだからこうね、2人で動画っていうのはもう初めてなので、もしもっと出てほしいとか僕はまあこれっきりでいいんちゃうかなとは思ってるんですけど、もっと出てほしいとか何かあればまたね、マスクかぶれば全然出てくれるらしいのでなんでかわからへんかな、ほぼ顔やでそれ。え、嘘、恥ずかしい、ま、見えてるで顔。え、嘘、そうなの、マジマジマジ、いやいや。ふと見えてんで。うん。大サービスしてると思うね。嘘。ほんま。めっちゃ嫌ですね。恥ずかしい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 ですね。なんね、俺はいつも出てるからな。恥ずかしいとか言う。逆にその、編集長も奥さんやから、家の俺知ってるわけやん。うん。YouTube と全然ちゃう？全然ちゃいますね。全然違いますよ、皆さん。全然ちゃうやん。全然違いますよ。マジで？本当に、やばいです。そんなん言うなあ、全然ちゃうんですね、僕って。全然違うよ。何がちゃうん？わからんわ。もっと、いじられキャラやんな、俺ってな、と思う。ん？ちゃう？いじられキャラなのかな？何が違うんだろう？俺は全然普通やけどな。なんか違うけどな。なんか雰囲気がもう全く違うって。うん。まあ、そういうもんなんじゃん、YouTuber。そういうもんかもね。な、うん。逆に僕がね、オーダースーツしてるのも知ってるし、YouTube やってるのももちろん知ってるやん。どうですか？嫌ですか？例えば友達とかに YouTube 見たとか言われるとか。うん。え、でもそれは、うん、逆に進めてる。あ、YouTube 見てよ、みたいな感じで。なんか自分が編集してるから、面白かったら、これ面白いから見てとか言ってしまってる。あ、じゃあ結構賛成なんや、僕が表に出ることは。まあね、プロポーズさせてもらいましたけども、めっちゃ泣いとくな。もうびっくりしすぎた。流れを言うと、もうフラッシュライト、レッドカーペット大作戦、編集長は全く知らないんですよ、打ち合わせとかしてたのも全く知らなくて、まあ動画でね、出たようにこうやろうぜで決まって、みっちゃんに旅行に連れてってもらったんやな、うん、旅行に連れてってもらって、その帰りに僕と友達、みっちゃんの友達が花火しようぜということで、あそこに呼び出したんですよ。だから編集長的にはもう花火が始まると思ったんやな。そう、もう花火する気満々で行ったから、花火する気満々で行ったらもうレッドカーペットが敷いてあってっていう展開やったんや。そうそう、どう思いました？よかったですか？え、もう、びっくりやし、立ってるの見えた瞬間から、うん、やばって。やばってなって。あ、俺タキシード着てたしな。え、そう。予想を超えすぎて。僕からしたら、まあ、お金をかければ、まあ、いろんなとこ行けるし、いろんなロマンチックなこと、できたと思うねんけど、まあ、こういう時期やん。だから、まあ、密を避けないといけないっていうことで、外でやろうぜって思ったよな。うん、
それに関しては良かった？良かった。てかまずプロポーズされると思ってなさすぎたところから始まってるから。あ、そうか。そうだからなんか、あ、なるほど、うん、まあでもほぼ来てくれたからな、みんなな、一面がありがたいこと、うん、びっくりした。プロポーズやるにあたって、まあ、小山くんとね最近撮影したんですよ。歌手の小山くん、異例の転身を遂げた歌手の小山くんねが今回のプロポーズの動画でもう歌ってるやんな、うん、めちゃくちゃええんでほんまに聞いてください。で、編集長ももう気に入りすぎて全ての曲ダウンロードしてるやんな、うん、全ての小山くんの曲をもうダウンロードしてずっと僕もね聞いてます。なんかね、一回目は、おー、ええ曲やってなんだけど、だんだん良くなってくるんだ、あれ曲。うん。めちゃくちゃええでな。めちゃくちゃいい。もう、ファンになってるんで。ファンになりました。結婚して、小山くん、出会った時に、ハッピーウェディングっていうね、新曲も出して、たまたまですけども。歌ってもらったね。歌ってもらってね、動画に使わせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかじゃあ、まあもう年末やし、来年の、意気込みでも言っとく？え、意気込み？うん。そうですね。え、意気込み？うん、意気込み。意気込んどこなんか、編集長的に。編集長的に？うん。視聴者さんのしてほしいことを、ヨシキが叶えてくれます。意気込みじゃないか、これ。押し付けやな。うちのヨシキがやると。押し付けます。うちのヨシキが何でもやりますんで、言ってくださいって。言ってくださいっていう。意気込みですね。めちゃくちゃのことだよ。めちゃくちゃだよ、ほんまに。まあ僕は個人的にはね、国体選手になって、軟式野球でね、言ってるやん、ずっと。うん、言ってるね。すごいで、国体。知ってる？うん。ミニ4位だよ、国体ぐらいは。国体選手になって、野球を盛り上げたいと思っておりますんで、これからもね、田畑ブラザーズ。嫁の編集長ですということで兄のよしき嫁の編集長ということで、今回はね動画を撮らせていただきました。でプロポーズにね携わってくれたみんな、改めて言うけども二人のために協力してくれてありがとうございました。ありがとうございました。普段見てくださってる皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張ります。で最後はハートで合わせようかやばくない？あ、OK。やばい。皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。